認定こども園の一例認定こども園は、日本の幼稚園及び保育所等における、小学校就学前の子どもに対する保育及び、教育ならびに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設であり、都道府県知事が条例に基づき認定する。2006年10月に創設された。幼稚園または保育所等の施設は、以下の機能を備え、 都道府県が条例で定める認定基準を満たすものは、知事から認定子ども園の認定を受けることができる。教育基本法の学校の定義に基づき、幼児期の学校教育を行うこと児童福祉法等に従い、保育の必要な子供の保育を行うこと地域の事情や保護者の要請により、必要な子育て支援事業を行うこと、都道府県知事は文部科学大臣と、 厚生労働大臣とが協議して定める、施設の設備及び運営に関する基準を三尺して、定める条例により認定する。認定子ども園には4つのタイプが認められている。内閣府の調査によると、認定子ども園は2020年4月1日時点で、全国8016箇所あり、園数が最も多いのは707箇所開設されている、大阪府となっている。また、 認定を返上して幼稚園などに戻った施設もあり、2015年に全国で唯一東京都の認定子ども園の数が減った。養護連携型認定子ども園は、幼稚園的機能と保育所的機能の両方を合わせて、持つ単一の施設で小学校就学前の子どもの教育、保育、子育て支援を一体的に提供する施設。 満2歳の子供について保育所基準満3歳以上の子供にかかる幼稚園基準と保育所基準のいずれか大きい方認可保育所が保育が必要な子供以外の子供も受け入れるなど幼稚園的な機能を備えることで認定子供園としての機能を果たすタイプ幼稚園、保育所いずれの認可もない地域の教育、保育施設が認定子供園として必要な機能を果たすタイプ 平成18年10月1日に、就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等の処方令により、制度がスタートした。民主党政権下では、幼稚園と保育園を一体化した子ども園へと統合する方針を示した民主党、野田政権において、2012年1月20日に新たな子育て政策である、 子ども子育て新システムの最終案が公表され、2015年度を、めどに、総合子ども園と呼ばれる幼稚園と保育所の機能を、合わせ持った施設をスタートさせる方針を盛り込んだ。中山正樹、塩見俊幸、認定子ども園がわかる本風成社2015年。ありがとうございます。